23日火曜日、時刻は11時を回りました。 C-WAVE 千住ママテレタイムのママテレちゃんです。こんにちは。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマーク cwave.jp、 こちらまでメールしてください。ママテレタイムは足立区のママたちから発信しています。現役ママがママ目線で送る50分のトーク番組です。第2第4火曜日の11時にお送りしていきますので、もし見逃しちゃったら YouTube でいつでも見れちゃうので見てくださいね。はい、でも必ず見てね。ということで今日はね、夏休み最後の方に来ているんだけれども、なんと今日のゲスト4人もいます。にぎやかこんにちは、よろしくお願いします。ね、ちょっと、ご紹介していくと、起業したいママや働きたいママのために行われている笑顔で働きたいママのフェスタで実行委員長を務めていることみママと、自己委員の 3人の方がいらしています。よろしくお願いします。今年の開催は9月10日11日の土日で、場所は今年も埼玉スーパーアリーナだそうです。普段は全員個人で仕事を運営しているママたち、今年もたくさんの笑顔に会えるように頑張っていますとお話しされていることみママと、ますみママと、てるみママと、ちかこママです。こんにちは、よろしくお願いします。去年ね、今もお話ししてたんだけど、1年前ちょうどお二人、ますみママとことみママとね、来ていただいて、早いですね笑顔で働きたいママフェスタ2015年の宣伝をしたと思ったら、なんともう1年経って2016年も来ちゃいましたね。もうあっという間ですよね。あっという間です ね。その間にね、お一人、あ、そうそうそう、ねねちゃんが、そう、赤ちゃんが3人目がね、生まれになって、今2ヶ月です。2ヶ月でもうね、自己一緒やっているというね。ね、まさに笑顔で働きたいママですね。本当ね、でも周りの、ね、助け合ってなんですけど、今日もね、パパがね、第一パパね見てるはずです。見てるかな。おねねちゃん、ねねちゃん見てる見てるというね、みんなの、ね、力、ここも4人の実行委員4人ですか。今年は7名プラスプロデューサーが1名いるので、8人でやって、ちょっと多いんです。多いからね、ちょっとね、来れる方が来ていただけたということで、大丈夫なのかな。ちょっととりあえずもう一回お名前とか、ちょこっと自己紹介お願いできるかな。はい、じゃあ私から、株式会社アイナロハの、産後サポートママノワというのを運営をしております、渡辺琴美と申します。出産前後のお宅に伺って、こう家事のサポートとか育児のサポートをしているっていうことをやって、産後のサポート、そうですね、まさに私もそれを利用してしたばっかりなんですけど、いやー、よかったですね。そうですよね。実感したっていうね。実感、そうですね、本当にやっぱり休まないといけない時期なので、孤独にもね、陥りやすい時期なので、そういった時の、支えとなる仕事をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後でね、またいろいろ教えていただければと思います。次はどなたでいきます、ますみ。はい、では、私昨年は耳つぼで、耳つぼお仕事にしてますということで出演させていただいたんですけれども、今年新しくマイスイーツという食に特化した事業も始めまして、今並行しているんですけれども、やっぱりみんなこう食べるもので自分の体って作られていくので、自分の体を作るためのものを自分で作りましょうということで、簡単に美味しく楽しくできるような講座を展開しています。すごい、去年ね、ほらカフェも運営してた話とかもされてましたもん ね、もう料理はバツイチという、まずね、抜群というお話聞いてるので楽しみです。はい、よろしくお願いします。はい、てるみママ行く、
はい、はい、じゃあ、埼玉新都心で、うん、あの子宮と体の心塾ゆいというあのスクールとサロンを運営してます、うん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 、でそれっていうのは、うん、あのタイで昔から、うん、まあ、もう本当に注目され始めてきてるんですけれども、うん、産後のママの子宮のあのちゃんとこうケアをしていくことによって更年期を抑えていくっていうような、うんうんうん、はい、やり方を今産後のお母さんと、うん、あと妊娠したいっていう女性の方、はいはいはい、あの結構お腹冷えてる方いるんですよね、うんうんうん、それを温めていきながら、うん、女性の体を整えていくっていうことを、なるほど、はい、スクールとサロンをやっています。あれですよね、タイでお勉強したのを持ってきているっていうことで、タイでお勉強したのを持ってきてます。すごい、またまたパワフルでね。よろしくお願いします。また後でゆっくり教えてください。はいはい、よろしくお願いします。ではでは鳥で。大鳥で、近くママで。ハッシトという屋号で、うん、お箸美術館というあの名前でヤフーショップの方にあの、うん、オンラインショップを出しております。うんうん、小谷千佳子と申します。はい、イベントとかでは、うんうん、来例記を持ってですね、あのお箸に名前を彫るようなこともしているので、おすごい、そういう名前が彫るとちょっと子供たちが喜んでくれて、うんうん、もうご飯、うん、もうおかわりしたよっていう声を聞いてるので、前箸、そうです、前箸です ね、自分の箸で食べるっていう楽しみ、あのさっきね、ますみさんがおっしゃってましたけど、うんうんうん、自分で作って自分で準備するっていうのを自分のお箸でやって、うんうん、で楽しく食べるっていう、そこにつなげたいなと思って。なるほど、本当にね、あのチラシ後でちょっとお見せしてもらいたいんですけれども、あの美術館みたいな、あ、あったあった美術館みたいな、本当にね、お箸美術館ですよね、これ見ると、はい、日本製のお箸ね、外国人へのお土産もね、いいかなと思うので、はい、また聞かせてくださいということで、さあ4人がね、このすごいパワーウーマンっていうんですかね、え、まさにね、まさにこの2人がこの2人がの、ね、でもみんなの力がね、この2人のパワーがみんなの力でね、うん、一緒にできる、ね、今年の2016年の笑顔で働きたいママフェスタのお話をぜひぜひ聞かせていただきたいと思います。お願いします。今年はまず、はい、日程は9月の9月の10日と11日の土日ですね、うん、はい、で時間が10時から17時っていうこと で、うんうんうん、であの埼玉スーパーアリーナ の、うん、入場無料ということで、すごいですね、2日間広いでしょ、だって広いです ね、 ね、そう、結構たどり着くまでに、ね、だよね、結構大変なんですけど、でも会場は本当に1日遊べるような、うん、まあ、家族連れの方が多いので、うん、1日楽しめる内容になるので、ね、あの土日どうしようかみたいな、うん、あのお子さんとかいるとね、うん、そうだよね、行くところ結構困ると思うので、うんうん、そう来てもらえると、うん、迷子にだけ気をつけてもらって、じゃあ家族で楽しめちゃう感じ、家族で楽しめます。おー、すごいすごい、なのでぜひぜひでね、来場予約をしていただくとプレゼントもたくさんご用意してあるので、プレゼント、はい、すごい、どんなどんな、いやものすごいっていうね、じゃあこれはもうものすごいので荷物も増えるよっていうところでご用意してね、エコバッグ持ってきていただけると、ね、うん、いいかもしれない ね、 ね、まあ、例えば言うとあのプラセンタドリンクとか、すごい、お肌プルプルになります、プルプル、ママテレちゃんも欲しいわ、そうなんですよ、ね、でもう飲むと次の日の肌が変わるっていう、すごい、味も美味しいんですよ、へ、すごい人気のプラセンタドリンク、いい、ね、うん、それだけでも行きたくなっちゃうね、そうなんで、あとはあの、ま、コスメのサンプルとか、うんうん、あとはクロレッツ の、うんうん、のサンプルをもらえたりとか、8月の末、今月末に新発売になるお味なので、いや、どこよりも早く試飲できるという、そういうのがもらえるので、うんうんうん、あの事前予約してもらえると全員、事前予約が必要っていうところがポイントなんですね。なになに、どうやったら事前予約ができるんですか。ここですね、 QR コードここにあるので、もしお手元にこのチラシがある場合にはこちらの QR コードを読み取っていただければいいんですけども、一番簡単だよね、はい、もしなくても、うんうん、笑顔で働きたいママのフェスタということで、うんうん、検索していただくと出てきますので、うんうん、そちらの埼玉、
そっか、はい、じゃあ一番あれだね、お持ちじゃない方の方が多分多いと思うので、うん、笑顔で働きたいママのフェスタ検索が重要ということですね。はい、そうですね。ここで、お土産事前予約っていうコーナーがあるんですね。はい、で、お売って申し込みをしておくと、その今言ったプラセンタとかね、プロレッツとかね、今フェイスブックでは、ファンページがありますので、そちらで、出店者の方たちをご案内していますので、お気に入りの出店者さんが見つかったら、その方の予約番、ご紹介者という欄があるので、なるほど、その番号を入れていただいて登録していただくと事前予約ができます。どなたからのご紹介かっていう欄がありますので、あるのね、はい、ああそっか、じゃあ、知り合いはいないからできないわじゃなくって、はい、自分がこの人のちょっと、ね、気になるなっていう人の名前のところで参加予約を入れれば大丈夫、はい、ということなんですね、はい、なるほどなるほど、はい、毎年、うん、事前予約しないでちょっとうん、来る方もいらっしゃって、うん、そうすると、うん、ね、ってなんか知らなかったっていう人すごく多くて、がっかりしちゃうのね。そうだから、ぜひ事前予約してもらった方が、うん、そうだよね、はい、女性は欲しいのよね、なんかね、ちょこっとしたものをいただけるとなんか来たなっていう気持ちに、ね、なるのに、どっさっとあるんだったらぜひぜひね、みんなもらってるのにって、うん、今じゃできないのっていう感じで、なのよね、もったいないですよね、もったいないね、確かに確かに。9月9日の12時まで、うん、日付が変わってしまうともう登録ができませんので、夜中の、はい、夜中の11時59分までってこと、そこまでにご予約をいただかないといけないので、うん、9月9日の23時59分まで忘れちゃった、うん、今ね、ぜひぜひやっていただければ、はいね、でももし、ま、あの事前予約できなかったわって方は参加するだけでも十分 ね、きっと楽しめるような内容ですかね、はいはい、どんなものがあるのかな。そうですね、あのステージがまずありますので、うんうん、ステージイベントとして、まああのうん、いろんな講座があったりとか、あとは、まあ、パネルディスカッションがあったりとか、うんうんうん、そういうのがまず一つ目ありますよね。なるほど、ステージのイベントとパネルディスカッションと、うん、はい、そしてあとプチ講師かな、うん、養成講座っていうのがあります、プチ、あ、プチ講師養成講座、はい、ありますね、うん、なんかや、そうですね、やってみたいなっていう方にちょっとお試しで、うん、お試しでね、はい、ランデーみたいな、そうですね、はい、プチプチね、そうですね、始める、まあ、第一歩のこう背中を押すような講座がこうあるっていうこと、うんうん、終了証も発行されるので、うん、はい、すごいね、ちょっと気になるなっていう講座があったら、うん、ぜひ、へ、あとは、あとはそう、あともう本当にその企業ママたちの出店ブースがたくさんあるので、まあ、それが本当は一番、本当はというか一番の、よくあるね、あのママフェス一番あのいろんなブースを出店されていてね、そうなんです、へ、皆さんのもあるんですか、ちなみに。あ、今回はちょっと、あ、今回は私、うちがあるんですね、はいはい、プチ、はい、子宮、はい、スタッフの方たちが、あの子宮じゃなくて今回は木槌でカン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 背中を叩いていくんですね、結構みんなえって言うんですけど、うん、そんなに痛くない、痛くないです、気持ちいいです、体を整える、それは何日に、両日、はい、すごいな、目立ちますよね、あの結構、音がすごい響いてしまうので、ちょっとステージ前だとちょっとどうしようと思ってドキドキしてるんですけど、でもちょっとね、ステージ の方に音がすごい響いちゃうので、でも、ちょっと興味深いですね、そのトン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 ね、面白いです、ぜひぜひだね。でもね、なんで、いや、もう今から笑っちゃってるんですけれども、なんて言っても渡辺大地さん、あ、そう、ダーリンの帰ってきますね、大地パパね、見てるの、そう、パネルディスカッションですか。そうなんです、あの去年もね、同じテーマで、ね、同じっていうか、まあ、人たちでやってるテーマも同じ、しくじりっていうのをパパのしくじりをテーマに、うんうん、しくじったこと、そう、あのこんないいことしてるよっていうパパよりも、うん、あの
まあ、こういうしくじるもあるけど家族楽しくやってるよっていうパネルディスカッションを去年もやってるんですけど、あのすごい仲がいいんですよね、ここの参加者5人のパパ、はい、今年ちょっと1人あのメンバー入れ替えされてるんですけど、あの国家試験のためにちょっと来れないかとか、とにかく仲が良くて、もう本当ステージでも本当しくじりまくってて、あのそうなんです、もうまあとにかくまあ、盛り上がるのはすごく盛り上がるので、うんうん、パパたちに、ね、見てほしいですね。そう見て、うん、こん なんか出てる人たちもしくじるんだから、みんなしくじってもそこからの家族っていうのがあるよねみたいな、うん、なるほどね。育児書とかでしかわからないパパの子育てってありますよね、うんうんうん、でもなんか書いてあることってすごくかっちりしてて、うん、ここまでできなきゃいけないのかなって思うと思うんですけど、うんうん、このしくじり先生リターンズ見ていただくと、あ、いいのか、ね、今パパニティブルーがすごい、はい、ね、出て今すごく多くなってきてるそうですよ ね、うんうん、そうね、ブルーになってる場合じゃないですからね、ママも ね大変だから、そうそう、ブルーになってるとね、もうママに捨てられちゃうと困るから、頑張りましょうみたいなところで、何にもできなくてもいいんだよっていうところが分かるのかな。そう、なんか、まあ、やりたくってやってみて失敗して、うん、じゃあ次どうする、うん、みたいな、うん、その夫婦で話し合ったりとか、うん、そう、とりあえずやってみようよとかっていう、うん、成功ばっかじゃないよねっていうのを、そうだよね、うん、きっとね、イクメンイクメンって言ってるから、うん、ここ近年なんかできてるぞっていうのが上がってくると、実はそうじゃないパパたちにプレッシャーなのかな。そうなんですよ ねそう、お礼できてないからいいよみたいに、あ、そっか、言っちゃう人も結構いて、そう、でもそうじゃなくて、みんななんかすごいちゃんとやってるように見えるけど、しくじってますからみたいな、ね、しくじってます、念のために言わせていただくと、皆さんしくじってますけど、それを経験にまた次のことをされているので、なるほど、はい、しくじってるだけじゃないので、ね、よくためにさすが、さすが、それでまたこれを生かしてっていう風にどんどんこう皆さんステージアップしてアップして、ね、ママたちもそうだよね、はい、だってね、完璧に最初からできてる人なんていない、無理無理ですよね、ママたちはしくじったと思ってる余裕がなく次にね進むからね、そう、そこなんですよ ねだからあえてそこをね出して、みんなもうそんな感じでやってこうよっていう、その肩に力入れずにっていうのをやりたいなっていう、いやなんか第一パパっぽいよね、そういうね、そうそうなんよね、感じ、ね、そうね、ちょっとね、知らない、気づいていない方もいるかもしれないから、ご紹介するとね、渡辺大地さんね、足立区でもね何回もね、ね、パパ父親学級とかね、いろいろなことされて、ママテレにも参加されてね、今日は本忘れて持ってきてないんだけれども、そう、とにかくこっちのこと言ってきてっていうことでね、本もね何冊か出していて、うん、すごい父親学級をやってるよっていうようなパパでもしくじりトークがいっぱいあるっていうことなのでね、もう本当今もしくじってるかもしれない、今ね2ヶ月の子ね、そう、赤ちゃん見ながらしくじってるかもね、そうかもそうかも、っていうのはね、これは何時、うん、3時、そうですね、10日の3時35分か ら、うん、からあるんですね、じゃぜひぜひパパ連れてね、聞いていただきたい ね、まあ、笑えるのは間違いないです家族みんなで来てほしいですね、なるほどね、あんまり過度に期待しないで来てもうただなんか話が何気なく聞けるような感じ で、ね、軽く来ていただいて笑って、そうですね、でもいいんだよっていう知識を知りたいっていう風に来ない でそのなんていうんですか、ね、みんなどうしてるの、ゆるゆるのダメダメなことってすごい楽しいじゃないですか、うんうん、こんなこともできないんだって、うん、クスみたいな、なるほどね、そんなのをちょっとこう聞いていただくっていう、うんうん、そこで何か勉強しようとかではなくて、なくてこんなこともあるんだっていう、うんうん、経験談を聞いて、あ、みんなこんな風にして子育てしてるんだなっていう、じゃあいろんなお話ね、体験談を聞きに行くんだぞっていう感じでね、はい、でも体験談って聞きたいですよね、みんなどうしてるんだろうって結構思うじゃないですか、なんかママたちもそうですね、Facebookとかね見てるとすごいちゃんとした人ばっかり目に入ってくるから、そう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 、ね、
いやいやですよね。ね、そう私たちもね。私たちもね。いいことしか書かないからね。そうそうね、まあ一応書くときはきっとね、そうなんだろうけれども、ね、うん、何度も見返してね。今ねアゾコンとかもねアゾコンママたちも多くなってるっていうところでは傷つく方も多いからね。ワークショップもでもね、はい、ワークショップ、ね、いっぱいありますね。とかも面白いですね。私去年出店してやっぱりお箸の方内でやってたんですけど、うんうんうん、今年もねなんかバレて豊かにね。そう、そうだよね。こんなやつあるんだ。そうありますよね。あの興味津々の。自分たちでやっといてなんですけど自分たちが参加したいみたいな、うんうん、あ楽しそうなこととか知らないこととか、うん、そう、ね、知らない、ね、これちょっと文字だけじゃ分かんないと思うんで、あの、ね、公式の Facebook の方見てもらって、そうだよね、きっとね、私のイメージが湧くと思うので、今年ね一番へーって思ったのがマガタマさんですよね。マガタマさん気になりました。マガタ マガタマセラピストっていう方がいらっしゃって、マガタマを使ってその色とか、へえ、心を3秒で心を読み解くっていう、はい、マガタマセラミっていう、マガタマって、はい、気になります、うん、ちょっとやってみたい、へえ、ないですね、聞いたことないですね、うん、あれだよね、うん、ね、あのとにかくもうママたちが大好きなものが一気に集まって一日家族で楽しめちゃうぞっていうイベントなのかな。そうで、あの金額も無料から1000円までっていうの決まってるんですよ、うん、ワークショップも、うん、すごいね。そうなのであんまりこう高いからちょっとできないなっていう感じでもないし、うん、ないのね、それはぜひぜひ来ていただきたいですね。で今年もスタンプラリーをやるので、うんうん、あのこのワークショップを2つ回ってもらうのと、うんうん、あと企業さんの出店もあるので、うんうんうん、そちらの方も回っていただいてスタンプを集めていただくと、うん、なんと豪華な豪華 な, 豪華なものすごい、はい、抽選会があるんですけど、ね、はい、そこでもらえますので、うんうん、私もまたあの目玉のディズニーチケット、おお、それお目玉だわ。去年ね、あの当たった方は泣いてます。そうね、感動の涙、ね、しました。また値段もほら、ね、上がったしね、みたいね、なってもね、なかなかちょっといけないこともあるので、うん、じゃあぜひスタンプラリーもしていただいて、参加賞もあるのであるのでね、うん、じゃあ9月の10日と11日10時から17時まで埼玉スーパーアリーナでお待ちしてますと、はい、いうところで、ちょっとねコマーシャルを入れてまたね、はい、いろいろお話聞かせていただきたいと思います、はい、それではノアさんの曲を聴いてください。東京タワーです、どうぞ。ぽかぽか日和なら
ないで家族が増えたなら一緒に見せてあげたい僕らの最初の場所たくさんの時間を重ねてゆきましょうこれからも少しずつ僕に君のことを教えてよ君だけを探していたよこの高い東京タワーの上から君のそばで生きてゆきたいいつまでも東京タワーの見える場所でしていたよあの高い東京タワーの上から昼間の景色も夜空の星もいつまでも僕らを見守ってくれてる君だけを探していたよこの高い東京探していたよこの高い東京タワーの上からノアさんの曲で東京タワーでした。この番組は株式会社キャンネットラジオ局 C ウェーブ千住7階ブースから配信してお送りしております。また番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマーク C ウェーブ .jp こちらまでメールしてください。賑やかでしたね。歌の間も盛り上がってね。もうその盛り上がりだけでどんなに楽しいフェスタっていう感じが伝わってきましたね。はい。実行委員の中は本当いいんですよね。ね去年もそのお話すごいされてたけど本当に良さそう。見る感じもそんなのが伝わって。そうなんかねこの実は見えないところで足踏んでるとかそういうのはないの。背中つねってるとかね。ガンとかやってるから。ないのね。楽しい。みんなねあれメッセージも来てたのかなずっと。そう他の実行委員の方たちも見てねくれてて。してくれって言われて。ね愛したりねいろいろねやり取りをしながら。そうな。何十件100件近く本当にスレッドのメッセージのやり取りすごいね出遅れた時のそう悲しい感じみんななんかすいません出遅れましたみたいな仲がいい
楽しいね。楽しんでもう終わった後にあっていうなんか穴が開いたみたいになりそう、ね、ああ燃え尽き症候群になりそうね、うん、とかでも結構そんな感じで、うん、なんかこうそのメッセージのやり取りがないのがちょっとなんかあれみたいな、ね、そうだよね、なんかそんな感じがする。そう、ね、ね、こうプロデューサーがすごいしっかりしてる、うん、そうね、あきこさんあってのね、ね、うん、ね、プロデューサーの方ね、コーディネーターいらっしゃるね、フェスね、彼女がすごいですね、そんな感じ、何でもボスなんで、ボスなんでね、ラスボス、なかなか倒せない、倒せないね。でもみんなね見てくれて嬉しいですよね、はい、そうですね、じゃあちょっと後半は、はい、お一人ずつの活動について少し聞かせていただいてもいいですか。はい、はい、じゃあ子どみママから教えて、はい、ママのはねさっきちょっとお話しされたけども、去年もね、ね、いろいろ伝えたんですけど、バージョンアップして ねまた1年でね、はい、横浜の方にも、うん、産後サポート行くようになりまして、そう、横浜はあの行政の補助が出るんですよ、うんうん、いいね、なのでその、 あの事業登録をして、うんうん、そのサポート行くようになってるんですけど、うんうん、あでも本当去年よりも1年間でものすごい忙しくなっていて、うんうん、産後サポートって本当 3,4 年前は、うんうん、なんだろう、他人が産後にね、うんうん、お家に来るなんて、うんうん、その想像もできないっていうような状態だったんですけど、うんうん、あのこの何年かで、うん、変わってね、変わってあの出産したら人の手を借りてでも、うん、あのちゃんと休みましょうねっていうのが少しずつなんですけど、うんうん、あの浸透してきているので、うんうん、そうだから皆さんもあの出産したら必ず1ヶ月、うん、まあ、と言わず本当に1ヶ月3ヶ月休んでほしいんですが、今私は休んでないでも本当はね、うん、あの私も1ヶ月何にもしなかったです、うんうん、ママの煽りをして、うん、あと、まあ、あのパパもいますし、うん、あのいろんなママさんにも来てもらったりとか、うん、あの友人とか頼って、ね、うん、何にもしない1ヶ月を大事大事、うん、過ごしたので、それがね後になってね大切になってくるんだろうね、うん、あのちょっとね頑張ればその時はできちゃうんですよ、できちゃうできちゃう、そうでも後がね、後が本当に大変なので、うんね、うん、あのやっぱり1ヶ月休むっていうのは本当に大事だよね、大事です、何もしなかった、そこはもう、ね、3人目でもそういう風にしているっていうところは、ね、はい、本当に、ね、だ勉強すればするほどその大切さって分かるでしょ、で、ね、きっとね、うん、あのいろんなお客様のところにも、ね、うん、行くんですけれども、うん、あの1人目でも2人目でも3人目でも全然違う、うん、出産も違うし、うん、産後も違うんですね、うん、そうで2人目だったら上の子もいるし、うん、そうだね、上の子のケアっていうのもすごく大事なので、うん、大事だね、うん、あのうちも3人目ですけども、うん、3人目の出産が一番大変で、うん、で、まあ、その年齢もやっぱり上がってるじゃないですか、そうだよね、そうだから、そうだよね、そう、あの1人目だと若いけど初めてだっていうその大変さがあって、うんうん、3人目だとあの経験はあるけ けど、まあ、体調はそんなに良くない とか、ね、やることも増えてるからね、うん、増えてますから、うん、そういった意味で、うん、もう1人目でも2人目でも3人目でも4人目でも、そうだよね、はい、あとね今ほらあの高齢出産だとねお母さんたちには面倒見てもらえなかったり、うんうん、あと反対にお仕事されてるお母さんもいて里帰り出産ね、うん、減ってきたり迷ってる方っていらっしゃるじゃないですか、うん、迷ってたんだったらね、うん、お家で産んでそういうサポートにお願いするっていうのもすごくいいことになるのかもしれないですよ ね、意外に他人の方がね、うん、あのそうサクッと大事ですよ、ね、そうしてるし、うん、あとはあのなんだろうプレッシャーがを感じないというか、うん、なるほどね、うん、あるので、うん、申し訳ないっていう気持ちがなくて、うん、お願いできるって、うん、お仕事として依頼しているわけだからね、そういうのも精神的な面も大きいよね、帰ったがゆえにストレスっていうのは一番ね悲しいことになっちゃうしね、すべてがうまくいくためにもいいかもしれない、うんうんうん、そうなんです、その時も本当期間限定のサポートなので、うん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 、この時だけはっていうような割り切りも必要かなと思って、うんうんうん、そうだよね、はい、産後サポートをやっております、ママノワ、はい、ママノワぜひぜひ検索してみてください、はい、検索してみてください、どうぞ、はい、ではでは、ますみママ行く、はい、先ほどお話ししたんですけれども、うんうん、今年からあのマイスイーツという食に特化した企業を始めまして、美味しそうみたいな、すごい美味しそう今日あの今月の末にもあるんですけれども、うんうん、こういう、
私が住んでる川口というのは鋳物の町なんですね。キューポラのある町、はいはい、あの鋳物が有名なんです。あれですよね、ベーゴマとか、うん、はい、あの結構こうドアのこうノブだったりとかいろいろ使われてるんですけれども、うんうん、今すごく話題になってるこのダッチオーブンとかスキレットといって鋳物製のすごく重いフライパンなんですけど、うんうん、私もこれあのお家で毎日使ってるんですけど、うんうん、目玉焼き焼いたりとか、うん、お肉焼いたりとかもすごく美味しく焼けるんですね、うん、でこの8月の末から、8月31日、9月15日、9月19日、うん、3回に分けて開催するんですけども、うんうん、そのスキレットを使ったこの、うん、ダッチベイビーという、かわいいダッチベイビー、はい、これ名前がね、うん、皆さん聞きあのあんまり聞いたことない名前かもしれないんですけれども、うんうんうん、はい、ダッチオーブンからそうですね、うん、はい、あの、まあ、ダッチオーブンなので、うん、ドイツとかそちらの方なんですけれども、ね、うん、この生地はすごく簡単にできるんですね。もう使うものが卵と牛乳とお砂糖と、粉で簡単に焼けるんですね。もう混ぜるだけなのでいい、ね、どなたにでも失敗がなく焼けるんですけど、うんうん、このきちんとこう綺麗にこう立ち上がった形で焼くコツとか、あとは当日はミルクジャムといって牛乳を煮詰めていて作るジャムを作るんですね。このジャムもお持ち帰りしていただくんです。時間がすごい参加してもらうんですけど持って帰れるんだ。そうなんです。すごいですね、はい、でこのフライパンも、お土産でついてきますので、お家に帰ったらこれちょっと至れり尽くせりで、だってすごい。当日は、ね、明治の美味しい牛乳を使ってのレッスンなので、その牛乳を使ってジャムを作ったりとか、この、すごい、この3日間のどこか1日だけ行けばいい、はい、OK ですか。はい、8月31日、9月15日、ね、9月19日、はい、行きたいな、ももたれちゃん。その他にあの明治さんからの、冷たい牛乳を使ったレシピ、スープのレシピも一緒に作って試食していただけます。いいなぁ、食べたい。こういうあの食べたい。こちらにも今週26日金曜日にも、こちらで私はお味噌、川口のお味噌を、皆さんにご紹介するお仕事もしているので、このお味噌を使った味噌丸といって、今この暑い時期にお味噌汁作るのって皆さんすごく大変ですよね、うんうん、で残っちゃったらなんか悪くなっちゃうしっていうのがあると思うんですけれども、うんうん、味噌玉といって、お味噌を丸めてお出汁をみんな合わせて乾物を合わせて冷蔵庫の中に入れておくと、うん、朝それをお椀とかマグカップに入れてお湯を注ぐだけでインスタントのお味噌汁ができる。すごいそれ、画期的だわ。それを今普及するような活動もしているので、こちらの26日は、その味噌丸作りを体験していただきます。うん、すごい簡単にできる作り方、それを使って、うん、お鍋とかお料理、お野菜炒めたところにその味噌玉を入れるだけっていうこともできるので、わ、はい、そういった使い方もこれからご案内していきたいなと思います。これは8月26日に、埼玉とこどこ、埼玉の与野イオン、与野イオン、はい、イオンね、はい、イオンモール与野、イオンモール与野、いろいろな方も出店されていますので、はい、ぜひこちらもお近くの方いらしてみてください。そうですね、ぜひぜひね、はい、行きたい、食べたい、はい、作りたいあの体にいいものを作っていくレッスンをしていきますので、塩麹とか醤油麹、お味噌だったりお醤油だったりっていう、麹ってお肌に、そうなんです、はい、私年齢の割にお肌があの皆さんにめちゃめちゃ綺麗、いいね、お肌やっぱり綺麗、食べ物食品とかいいね、いいね、はい、耳つぼだけじゃなくて発酵食品、はい、やって、はい、もともとね、さっきも言ったけどカフェを、ね、そうですね、オープンしてたくらいなので、はい、お料理はねちょちょいのちょいでめちゃめちゃ早いですよ、はい、やっぱりね、サポートでね来ていただいてます。そう、遊びに気がてらご飯をこう冷蔵庫開けて作ってくれるんですけど、ね、いいな、もうね、うちの子供たちが大好きでしょうがなくて、マスミは来ないのかとか好きはできるの羨ましいねそっかそっか、そうじゃあ、マスミママの場合は何何検索するとしたら川口マイスイートで出るかな。そうです ね, ね、はいはい、ぜひぜひ検索をしてお申し込みもしていただいてください。 Facebook にも、あのページ Facebook にもある、はい、作っていきます、ね、はい、はい、Facebook はマイスイート、マイスイーツ、うん、スイーツね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ次は子宮と体の心地くゆい、はい、ねえヘルミさん、はい、ヘルミママなんです大鳥で任せたタイに行ってね。そうなんです、タイ の, あのよくチェンマイっていうところ、うん、山あの北の方なんですけど、うん、あの行ったこと行きました、
行きました。行きました。そう、行ったことある。すごいな。もともと10年ぐらい前に体式古式マッサージを、うんうん、習いに行って、うん、で、まあ、出産して育児をしつつなんですけど、うん、つい2年ぐらい、1年ぐらい前かな、うん、1年ぐらい前にもう一回ちょっとタイに渡って、うん、その産後にタイで行われている産後ケアっていうものを習ってきたんですね。すごい。でその前にもちょっとやっぱりそこで習ってきた友達がいて、うんうん、でその友達からも習っていて、うんうん、で実は今回今年の夏なんですけど、うんうん、8月の1日から5日まで、うんタイ の、 本当に数本の指に入るという伝統の助産遺産が日本に来てたんですよ。すごでそれの合宿に行ってまいりまして、でもでうう電気が通らないところでちょっと場所を借りて、うん、はい、タイの女性の方たちって今でこそこう西洋医学でやっぱり病院に行ってね帝王切開とかいろんなことをしてちゃんと産むんですけれども、ちょっと一昔前は日本と一緒でなんていうの、助産師さんっていう人がいて、で生まれて、でその助産師さん生まれてからその産後サポートと一緒なんですけど、その産んだお母さんの子宮をちゃんと元に戻すっていうような、はい、技術をやっていたんですね、うんうん、それがよく言われているハーブサウナだったりとか聞いたことあります。今度やります。今度そう、今度そう、それはどういう、もうハーブテントっていうので、うん、普通のサウナってあるじゃないですか、うんうん、でそれの簡易版なんですね。でハーブをグツ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 煮出して、その中に自分がこう入っていくっていうような、もう皮膚からハーブの全てを吸収していくっていうようなやつをやったりとか。それは産後でなくても、産後じゃなくてももうすっごい気持ちいいです。すごい。そう、もう毒素も出るし、うん、その入れるハーブによってハーブによってね香りも効能も違うんですけど、もう本当にレモングラスだったりとか、和ハーブでいうとシソだったりとか、いろんなものを本当に混じって、もうハーブのテントに入ったりとか、うん、あとハーブボールだったりとか、ハーブボールでコンコンコン作ってますけど大丈夫ですか？ボールだったりとか、あと木槌を使って、それこそ本当に骨盤を整えていったりとか、コン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 さっきからやってますけど、それを全部タイで習ってきて、はい、タイでも習いましたし、その日本でも習いましたし、はい、いろんなところから吸収して、行って合宿に行ってきて、すごい面白かったです。合宿でもずっとサウナに入ったりとか、炭のサウナ、炭の上にこうちょっとハーブを乗っけて煙でもういぶされてるような感じのサウナをやったりとか、興味深いね、すごい面白かったです。面白いですね。面白いし、すごい発見にもなりましたし、それは申し込みをしたいなっていう方は、はい、あれですか、子宮と体の心地のゆいで検索していただくと、はい、Facebook ともやってますし、はい、申し込みできるんですか？申し込みで講座もやってるので、講座もやってる、はい、自分で自分の子宮をこうケアをするっていう講座 もはい、やり方も今度8月の30日の11時から、はい、新都心でやります。それはあれ、年齢問わずなんですか？年齢問わずですちょっとママテレちゃんそこだわ全然年齢問わずですはい、あと更年期の方も ね大丈夫というね、うん、全然大丈夫です。そしてね、はい、ママのトン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 やるんですよね。はい、トン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 、笑顔で働きたいママ、はい、10日も11日トン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 、はい、やってます。9月も10日も11日もね、はい、そしたらお会いできるんですね。はい、ぜひぜひ。でも皆さん全員にお会いできるんですもんね、フェスタに行けばね、はいはい、でその時だったらお声掛けすれば、もうちょっと詳しいお話も皆さんしていただけるのかね、はいはい、ぜひね、声掛けてください。いやぜひぜひ、じゃあその子宮と体の心塾っていう、はい、整えていくっていうことを、はい、整えていきます。すごい興味深いです。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。大鳥さんで。大鳥さん。さっきちょっとお話ししたんですけど、美術館ね、お箸の。そうですね、お箸美術館っていう名前であるのとか、よくおばあちゃんとかに関連聞かれるんですけど、うん、ないんですけど、バーチャルですいません、ヤフーショップの方でネット上にあります。ヤフーでね。結構ネットの方、でも今日閉めてきちゃったんですよ、ネット検索。ちょっとうち娘が昨日まで入ったら開けます。ね、今日本当はね、急遽来れなきゃ予定になってたら、またまた急遽来れるようになってね、退院しました。退院しました。じゃあまたオープンします。はい、またちょっと25まで一回
一時閉店し、休店しちゃってるんで、あ、そっかそっか、見てもそのあれが出るんですけど、あるので、オープンしたら、はい、ちゃんとあります。やめてません。やめてません。やめてません。やめてないですね。しっかり25日以降見てくださいということでね。はい、あのそうするとちょっとあのこうデザイン性のあるもののお箸をこうパパパッと並べて、うん、あのなんだろうなこう本当美術館に行ってるようにこうやって見えるような感じで額に生えてるお箸をこう、こうクリックしてもらうみたいな感じになってるのでちょっとその辺も見てもらいながら、あとはイベントでやっぱこういうイベントに私も出させて、去年はね私もこちらの方出させていただいて、名前を彫ってるんですね、あのお箸の方に名前を彫って、あのオリジナルのお箸を楽しんでもらうっていうようなご提案させてもらってる、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、てるんですけど、まあ、あのさっきも言いましたけど子供がすっごい喜ぶので、うん、大事にするね、そうですね、でうちはやっぱ遊び食べがすごかったんですけど、うんうんうん、準備をさせるのにお箸の準備だったら簡単じゃないですか、うんうん、そこで箸置きとお箸の準備をいつもさせるんですよ、でもお手伝いって大事だよね、そこでやっぱ切り替えさせてからご飯っていうのだと、うんうん、やっぱ楽しいし、あ、なるほどね、時間の切り替えもうまくできるので、うんうん、そういうご提案をしながらやってます、うんうん、ちっちゃい時からねお手伝いする習慣ってなんか一つ持ってるといいって言いますよね、あとそう、あと今回ですねこちらのイベントの方で、実は川口に国際箸学会っていうのがありまして、うん、そんなのがあるんですか、あるんです実は、それで私あの運営委員の方入ってるんですけれども箸、うん、学会の会長の方に来ていただいて、はい、会長あの10日一発目ですね、これ、はい、10時20分からみんなで遊ぼう箸ゲームっていうのを、これを今盛り上がるよね、これすっごい子供ゲームなんですけど、あの殻付きピーナッツですをこうお箸で運ぶんですね、まあ、それを数を競うゲームなんですけど、すごい1 分、ね、そう1分間でどれだけできるかっていうのすごいすごいすごい単位盛り上がるかもしれない、子供がすごいあの楽しんで、ううね、であと悔しがったりとか、うんうん、泣く子いる、もうやらないみたいなね、でもやっぱその泣くとかってなかなかテレビゲームとかじゃないんですけど、うん、ああいう簡単で分かりやすいゲームだからこそできるんで、うん、これもすごくね、あのいろんな方に体験してもらいたいんで、ぜひ9月10日の朝一なんですね、朝一10時20分からやるんで、ね、ぜひじゃあもうあの10時から来場してくださいっていうことでね、はいはい、皆さんぜひお越しください、お待ちしております、はい、お箸美術館ね、あの自分の名前も彫ってもらえるしプレゼントにもねいいかなと思うし、うん、もちろんね日本語英語中国語韓国語タイ語での説明書がついているそうなのでね、はい、すごい国際すごいつけました、そうつけました、ね、お土産にもいいかなと思うのでこれからオリンピックでガンガン行きましょうかね、はい、頑張ります、はい、ということでね皆さんもねあのいろいろなことをされている実行委員、はい、でこの4人だけではなくて他にも何はい、ね、そうです、はい、で全員で、はい、されているということで9月10日11日10時から17時埼玉スーパーアリーナ、ね、徐々に何しよう、今もう行こうかなと思ったらとりあえずあのお土産をはい、はいはい、事前予約をしてください、はい、ということで、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、子育てパレットさんから、ね、はい、お知らせ来てるので、こちらもあの子育てパレットさんも去年も開催していたオレンジリボンママフェスタ虐待防止の周知をしていくというオレンジリボンママフェスタの日程が決定されたそうです。11月8日火曜日で足立区から離れて日暮里駅からすぐのホテルランウッドだそうです。で、今回はなんか東京都の公演がついたそうなので東京都全体にあの宣伝をしていくということになっているそうです。はい、でただいま、ブース出展募集中だそうです。そしてもう一つが、フォーガールズハピネスプロジェクト×子育てパレットといって、これね女の子に教育とか選択自由をっていう発展途上国における女の子たちの生活向上を目的としたプロジェクトだそうです。シェルターでねあの暮らす女性にアクセサリーや手芸を伝えて作品を作っているそうです。この活動をサポートすることで彼女たちは自分自身に自信を持ったり収入を得て夢を抱いたり前向きに生きる
術を、ね、身につけていったりということは推進していけるあのプログラムになって、プログラムっていうかあのサポートになってるそうです。でご縁があって子育てパレットさんこの作品を作ってるそうなので、なんかぜひぜひ地域のママさんと一緒に取り組んでいきたいと思っています。地域のママさんの中でご興味がある方はぜひ一緒にやりませんかというお知らせが来ています。あの、ね、写真がないけれどもママたちが子育てあのお花のところでマタニティ&あのベイビーハウスお花でいろんな部屋でママたちが赤ちゃん連れでビーズを今作っています。毎日毎日作っているので、ぜひあのこのプロジェクトにご興味ある方はと、あとオレンジリボンママフェスタの出展をしたい方は、そうですねそうですね、こんな感じでぜひあの子育てパレットさんのブログとかいろいろホームページとか見てくださいということでした。と、はい、いうことでね、はい、もう時間になってしまったんですね。皆さん最後にぜひ一言これで終わり、はい、お別れしていきたいと思いますので、はい、はい、じゃあ笑顔で、はい、働きたいママのフェスタ9月10日11日10時から17時までです。埼玉スーパーアリーナでお待ちしております。お待ちしてます。さよなら。ありがとう。話を独りよがりに思う。